矢沢愛先生の人気漫画7。今回は7と8はできてるのか。二人の気持ちがわかるセリフ、シーンを検証、考察をします。7は8にとってはヒーロー的存在です。主に次のシーンでよくわかります。1、浮気をした障子を7は殴ろうとする。2、蜂のために匠を呼んでくれた7。3、ブラストデビューのゲリラライブにかっこよく参上。それぞれ解説していきます。障子が幸子と浮気をしていることが発覚したとき、泣いている蜂に対し、7は障子を殴ろうとします。結局、幸子が止めて蜂が、いらない、と諦めたことでその場は収まります。7は泣いている蜂の手を引いて家に連れて帰り、添い寝をします。蜂のモノローグではこのようにあります。あの日7がいなかったら、私は玉川に身投げしていたと思う。707号室の麻雀大会には、蜂が大ファンである匠も呼んでいました。これは7から8へのサプライズプレゼントでした。妊娠して白金の家に引っ越した蜂は、7やブラストメンバーたちには、会えなくなってしまいました。でも7は、ブラストのゲリラライブが見れる場所を蜂に連絡しており、自分たちの勇姿を蜂に見せます。7は蜂に心の中で語りかけます。蜂、ちょっと遠いけど、そこが一番安全な特等席だよ。あんたの子供にもこの歌が聞こえるかな。蜂は7たちの姿を見て、感動して涙ぐみます。蜂の7に対する感情は、次のセリフ、シーンでよくわかります。1、彼氏なんかよりずっと大事だよ7は。2、ライブ後に寂しくなった蜂は匠に会いに行く。3、私にとってのヒーローは7だけだよ。それぞれ解説していきます。蜂が障子に振られてすぐの時期に、蜂は自分のイライラを7にぶつけてしまい、7は落ち込みながら部屋を出ていきます。蜂は一晩中眠れずに、翌朝に帰ってきた7に謝って甘えます。7は赤くなりながら言います。私はあんたの彼氏か。蜂は言います。彼氏なんかよりずっと大事だよ7は。ブラストの初ライブ後の打ち上げのために、蜂はご馳走を作って待っていたけど、空回りをしてしまいました。しかも7は蜂との電話で、美里に代わって、とそっけない態度をとり、蜂は傷つきます。寂しさに耐えきれなくなった蜂は、たまたまその日に電話をかけてきた匠に、会いたい、と言って夜に匠に会いに行きます。家に戻ってきた7は、美里と蜂について話します。ハチコさんって彼氏いるんだ。7は笑いながら聞きます。意外。ミサトは言います。はい。ハチコさんって、7さん一筋に見えるから。7は赤くなりながら言います。そんなわけねえだろ。でもミサトは7さん一筋ですよ。そんなありえないみたいに言われたら傷つきます。ミサトちゃん自身が7を好きだから、蜂も自分と同じように7を好きだと思っていたようです。蜂のモノローグではこのようなものがありました。例えば私たちが恋人同士だったら、抱き合えば埋められる程度の隙間だったのかな。7を独り占めしたかったんじゃない。必要とされたかっただけなの。蜂は707号室を出ていくときに、7に手紙を書き残します。私は誰に恋していても、私にとってのヒーローは7だけだよ。
この手紙を読んで膝を抱える7に、蓮は言います。何を悲しんでる。これは熱烈ラブレターだ。蓮は7に、蜂に会いに行くように促します。蜂にとって7は、彼氏とは別物の特別な存在だとわかります。7の蜂に対する感情は、次のセリフ、モノローグでわかります。1、高ぶる心が結界ギリギリ。2、とびきり可愛いあんただよ。3、男はどいつも信用できねえ。私が蜂を幸せにする。それぞれ解説していきます。蜂はブラストにとってマドンナ的存在で、バンドの練習やみんなに手作りご飯を振る舞い盛り上げていました。7のモノローグでは、このように言ってます。どんなに腕の立つバンドメンバーが加わることより、意味のあることに思えた。台風が過ぎて、蜂を含めたメンバーたちで花火をしている時に、7は蜂を見つめています。7のモノローグでは、このようにあります。あんたは気づいてないだろうね。自分の一挙一動が私の心を乱しているなんて。私はまるで初めて恋を知った少年のように、高ぶる心が結界ギリギリ。七は蓮がいるけど、それとは別に蜂に対して、初恋のようなドキドキするような気持ちを持っているようです。蜂が匠と結婚をすることになり、七と蓮の熱愛スクープがされて、七と蜂は会えない時期に、七のモノローグでこのようなものがありました。蜂、私はもうあんたの物語のヒーローにはなれないけど、今も私の物語のヒロインは七。とびきり可愛いあんただよ。きっと七の心の中には、男性的な面と女性的な面の二つがあって、蓮といる時は女性で、蜂といる時は男性になるのかもしれませんね。レイラとシンの合同誕生日パーティーで、蜂は匠に怒られて泣き、ノブは AV 女優のユリとカップルになります。蜂のこの状況にキレたナナは、ヤスの前で言います。男はどいつも信用できねえ。私が蜂を幸せにする。707号室で、蜂が7にバレンタインのチョコを渡した時に言います。いっそのこと、ここでまた7と住もうかな。7は言います。そうすれば、子供のことなら心配するな。私が食わせてやるよ。その言葉を聞いて蜂は、何これプロポーズ。と赤くなります。その後の蜂のモノローグで、蜂はこのように思います。もしも7があの部屋に戻ったら、今度こそ白金の家は引き払ってもいいよ。実際に行動に移すかは別として、二人はお互いに結婚していてもいざとなったらまた一緒に暮らしたい、という気持ちが強いようですね。蜂は匠のイギリス出張の時に、おねだりしてそれが婚約指輪になります。蓮も7に匠が蜂にあげたものと、同じ婚約指輪をプレゼントしたので、7と蜂はお揃いの婚約指輪をしています。レイラとシンの合同誕生日パーティーで、7を見つけた時の蜂は、7の手をつかみ、二人のお揃いの指輪が見えます。物語の前半では恋愛で傷つく蜂を支える7。ブラストがデビューしてからは、メンタルが不安定だったりマスコミにプライベートを暴かれたりして、蜂が7を支えるシーンが多くなります。それぞれ恋人や結婚相手がいても、困った時はお互いに支え合って生きている7と蜂。ある意味二人は、恋人を超越した関係であると言えるでしょう。今回は7と8はできてるのか。二人の気持ちがわかるセリフやシーンの検証をしました。この動画では7の考察動画を投稿しています。
よかったらチャンネル登録をお願いします。